はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、股関節を柔らかくするためのエクササイズをお伝えしていきたいと思います。この、ね、股関節、まあ、骨盤なんですけども、ここがですね、硬くなるとですね、やはり太りやすくなるんですね。骨盤が傾いたり骨盤が歪んだりすることによって、この下半身の方ですね、この血液であったりとかリンパの流れが悪くなって、むくみやすくなります。むくみやすくなることによって、血液の循環が悪くなるんで血行不良で、冷え性であったりとか、どんどん脂肪がついていって下半身太りになってくるんですけども、それを解消するためにはですね、股関節を柔らかくする必要があります。でその股関節を柔らかくするためのですね、エクササイズっていうのをですね、やっていきたいと思います。基本的にはですね、股関節がですね、うまく動かせてないんですね。動かせてないから硬くなってきて、どんどん開脚ができなくなったりとかですね、このちょっと歩くだけでも疲れたりとかですね、もうここがですね、肝心要のですね、ポイントなので、ぜひですね、一緒にやっていきましょう。ってことでですね、結構簡単なエクササイズなんで、続けていっていただけたらといいと思います。はい、じゃあ今から早速準備を始めていきたいと思うんですけども、まずはですね、こういう形で、こんな感じ斜めになりましょうかね。下にね、ヨガマットとかあればヨガマット引いてください。で、これもね、スポーツ用というかね、体の痛みとかですね、使うように、赤いスプレーがあるんですけども、痛みが出る前にですね、まず炭酸のスプレー、太ももであったりとか内ももであったりとかですね、かけておくとですね、比較的体のですね、筋肉の柔軟性が上がってきます。なので、ね、僕はですね、こういうストレッチとか運動するときはです、ね、赤いスプレーで、美容のときは白いスプレー使い分けておりますので、もしよかったらですね、これもコメント欄の概要欄見てください。はい、という形でやっていきたいと思うんですけども、こういう形で取ってください、姿勢はですね。で、これをですね、膝をこう倒します。映りにくいかな、こういう感じね。で、僕ですね、右の膝が交通事故の後遺症でちょっと痛めてるんで、なかなかこうつきにくいんですけども、なるべく、膝の内側がつく、こっちは膝の外側がつくような感じですね。ピタッとピタッと、でこの時にですね、もう太ももの横が伸びたりとか、内ももがピンって張ったり、鼠径部ですね、張ったりするかもしれないんで、これをですね、動かしていくっていうイメージ、伸ばしていくっていうかね、動かしていくイメージをしてください。でこのですね、こう左右ね、20回ですね、やっていきたいと思いますんで、では一緒にやっていきましょう。よーい、スタート。1、2、テンポよくいきましょう。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、はい、20、はい、OK です。これもね、比較的結構簡単な感じなんで、テンポよくやることによってですね、この痛みとかですね、そういうのがですね、こう違和感なくポン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 とリズミカルにする方がですね、スムーズにいくと思いますので、ぜひですね、この20回やってみてください。はい、次ですね、四つん這いになります。四つん這いになってですね、まあ、こういう形ですね。で、まず左足からいきますけども、左足をですね、外に広げます。こういう感じ、こういう感じで、これも左右で20回ずつやっていきます。ポイントはですね、この股関節の外側を動かすっていうイメージですね。外側を動かすっていうイメージでやってください。こういう感じですね。はい、ではいきます。よーい、スタート。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、OK です。
結構ですね、お尻のこの外側、ここですね、ちょっとここら辺がですね、ピーンとこう筋肉が使ってくると思う、疲れてくると思うんですけども、これがですね、まさに日常の生活で使えてないところなんですね。使えてない股関節の筋肉を使うことで動かしやすくなるということなんですね。動かしやすくなってくると、股関節が動きやすくなれば、この下半身のですね、血流であったりとかですね、リンパの流れが滞っているものがこう流れやすくなってきますので、下半身太り解消になっていく、まずファーストステップです。はい、ぜひやっていきましょう。これ20回ですね。で、次反対側いきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、右足をこういう感じ、外側ですね、外側に股関節の外側を動かすというイメージでやってください。ではいきます。20回用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK。 結構ですね、疲れます。はい、これもですね、ちょっとした運動なんですけども、この運動不足の方はですね、ぜひやってほしいと思います。やはりこの使えてない筋肉を使うことでですね、日常のその、やっぱ生活の、ね、バランス、体の使うバランスが乱れてるっていう証拠なんで、均一にくまなく筋肉で使ってあげないとですね、偏った筋肉の痛み方で出ることによって、お尻が大きくなったりとか太ももが太くなったりするわけなんですね。なので、こういう、日常使えてない筋肉をあえて、こういうトレーニング、簡単なトレーニングですね、使っていってみてください。はい、これがですね、四つん這いで外側の股関節を動かすという、まあ、エクササイズです。はい、でその次がですね、またこれも四つん這いですね。はい、四つん這いになってですね、これ水泳の平泳ぎの足に近いんですけども、まず左足からいきますけど、伸ばします。伸ばして内側から回す、こういう感じですね。こういう感じ、こういう感じ、平泳ぎの時と一緒ですね。平泳ぎ、僕は水泳最近習ってるんですけども、僕平泳ぎの足のね、この使い方がちょっと苦手でしてですね、でこの伸ばして内から持ってくる、はい、これをですね、20回やっていきたいと思います。これ股関節の内側を使うというイメージをしてください。はい、ではいきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。はい、20。結構これもね、ハードです。はい、僕もですね、何も言えなくなりました。はい、でこれもやることでですね、股関節の内側を動かすというイメージですね。こういうこの足の動きってですね、日常生活でほとんど使えてない筋肉を使ってるんですね。なので、地味に疲れてきます。地味にこうストレスかかってくることで筋肉を使ってるので、ぜひこれもやってください。はい、次反対の足ですね、右足の方をやっていきたいと思います。こちらも20回ですね、やっていきましょう。復習でいくと、伸ばしてこうですね、伸ばしてこうです。はい、今なんかスプレー蹴っちゃいましたけど大丈夫ですかね。はい、やっていきましょう。ではいきます、よーい、スタート。1、あ、蹴っちゃった。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。結構ですね、僕も汗をかいてきました。はい、だいぶ汗かいてきましたね。はい、これをですね、ぜひですね、20回ずつやってください。
はい、次ですね、最後になります。次はですね、立っていただいてやります。はい、でこういう形で立っていただいてますですね、まあこう立っていただいて、ちょっと軽くですね、膝を曲げるような感じですね。で軽く膝を曲げて手をですね、こういう形にしておいてもらう。下をこう組んでも結構ですし、五郎丸も結構なんですけど、五郎丸も古いですね。まあこういう感じで手をですね、まあこんな感じでこう合わすような感じで結構です。で、足をですね、左の方にこうかけます。左の方の内ももと右の外をグッとちょっと意識するような感じですね。はい、ストレッチとかじゃなくて動かすようなイメージですね。でこのまま戻すときに左足を後ろでグッとこうクロスステップですね。もうちょっといきましょうか。こういう形でこうかけてからこう、はい、よろしいでしょうか。これをですね、10回ずつやっていくので、まあ、20回なんですけども、こういう形で寄せてグッとストレスをかけて内側ですね、外側ですね。で戻るときにクロスステップ、はい、これをですね、10回ずつやっていきます。まず左からいきますね。ではいきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラストいきましょう。10、はい、OK です。結構ですね、これもですね、地味に疲れます。はい、今までこういう動きで心の外の筋肉ですね、内もも使ってグッとストレスかけて戻すときは、この太ももの前を伸ばすって感じですね。で次こっちの足も、股関節ね、力をかけるんで、これも日常生活で使ってない筋肉なんで、ぜひですね、使っていってください。では次反対の方ですね、やっていきたいと思います。はい、いきましょう。では用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ラスト10、はい、 OK です。僕はですね、この右膝がちょっとね、故障してるんで深くいけないんですけど、深くいける方はグーッとこう力かけてくださいね。でかけていただくことによって、ここの太ももの前の筋肉だったり横の筋肉を使うってことなんですね。これをすることによって、今まで日常生活で使ってない筋肉をですね、使っていきますんで、この股関節が動かしやすくなってくると思います。でまだですね、股関節のストレッチだったりとか、股関節をもう少しこう動かす運動がですね、また概要欄とかにね、動画貼っておきますので、よかったらそちらの方を見てですね、続きをやってください。まあこんな感じですね、今日の動画終わっていきたいと思うんですけども、よかったらいいねのボタンぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。